あの晩のことですけど。忘れてください。あの、俺なかったことにしたくないんです。アンジェンテ。コミュ障リーマンは恋の仕方がわかりません。こんな性格の俺にも昔一人だけ友達がいたことがあった。秋山はどこか頼りないところもあるけど優しいやつで、俺がうまく言葉を伝えられなくても根気強く付き合ってくれた。だけど、彼女ができた？大倉のアドバイスのおかげだぜ。俺は全然大したこと言ってないよ。秋山が喜んでる。俺でも秋山の役に立てたのかも。嬉しい。秋山はまだ部活かな。数学の教科書返しそびれた。あ、君ヒロとの友達だよね。秋山の彼女。こんな困る。君、秋山と付き合ってるんだろ。スリリングで楽しくない？黙ってればバレないよ。悪い、部活長引いて。お前、なんで？違う。まあ、遅い。ヒロと全然構ってくれないから。ユミ、大倉くんがいい。違う、待って。秋山、頭が真っ白で言葉が紡げなかった。もういいよ。たった一度の行き違いでも、当時の俺にはかけ違えたボタンを正す術も勇気もなかったんだ。契約書は以上になります。設置の日は私も立ち会いますので。大倉さん、今度うちの店でパーティーがあるんですよ。よかったら来ませんか？って言っても常連さんたちとワイワイやるラフなものだけど。でも話すのが好きな人たちも多いんで、自分から無理に話さなくてもいいですし、この店の常連客は映画好きの人も多いので。俺の映画好きは祖父の影響なんです。あの晩のことですけど、忘れてください。酒入ってたし、お互い雰囲気に飲まれちゃいましたよね。違う、少なくとも俺も日吉さんのことが。でも仮に返事をして日吉さんと関係を深めたとして、その先はきっとまた失敗する。お互いが傷つくだけだ。いえ、こちらこそすみませんでした。そうだ、だから俺は誰とも深く関わらないって決めたんじゃないか。俺とコミュ障克服しませんか？どうしてって、大倉さんが好きだからですよ。忘れろ。大倉、今月も部のやつらで飲み会するんだが、大倉は忙しいよな。行きます。いえ、その端っこで雰囲気だけでも楽しませてもらえればと。気分転換に参加しようと思ったけど、やっぱ迷惑なのかも。まずい、素が出てしまう。すみません。雰囲気って。いや、そうか、来てくれるか。みんな喜ぶよ。
飲み会なんて苦行だと思ってたのに、気分転換って日吉さんのおかげだ。人と接するのに抵抗感がなくなった気がする。でも日吉さんとはかえって気まずくなったな。秋山、ぜひ今後とも。どうしよう、このままいなくなるのを待って。秋山。大倉。あの、少し話せないか。話すことなんてない。今が難しければ日を改めて頼む。どうしても秋山と話がしたいんだ。今さらだと罵られてもいい。でもこれを解決しないと前に進めない。下にカフェあったよな、そこでいいか。あの時秋山の彼女とは本当に何もなくて、ちゃんと否定もできないまま疎遠になったのをずっと後悔してて、信じてもらえるかわからないけど、分かってた。お前がそんなことするようなやつじゃないってこと。でもだからこそ、なんで言ってくれなかったんだよ。え？秋山。すまん、大倉。俺もずっと後悔してて。いや、俺も本当。俺いつも相手がきっかけを作ってくれるのを待ってた。本当にダメだな。今だって日吉さんに寄りかかってばかりだ。大倉？悩み事でもあるのか、浮かない顔して。なんだよ、話してみろよ。ああ、実は告白されたんだけど、返事をするタイミングを逃したらなかったことにしようって言われて。はあ？今からでも返事してこいよ。悩んでるってことはその気があるんだろ。え、まあそうだけど。また後悔するぞ。そうだよな。こんばんは。大倉さん、来てくれて嬉しいです。お、今日の私服いいっすね。はい。くんだ、これだからコミュ障は。突然褒められると反応できない。大倉さん、何飲みます？意を決してきたものの、なんだか緊張してしまう。おい、もっと、もう一杯頼む。はい。もっと？ああ、俺下の名前元春だから、元って呼ぶ人もいまして。おや、こんばんは。こんばんは。いや、あの小生意気だった元坊がな、じいさんに代わって店切り盛りとは立派になって。ちょっとやめてくださいよ、監督。はい、おかわり。またな。監督？ああ、あの人の名字が西森さんで、西の森だからウエストウッド。それで監督。うまいこと思いつきましたね。でしょ。あ、この後年代物を開けるんで潰れないでくださいよ。大丈夫ですよ。どうかな、大倉さん前科があるから。え、よかった。話してるうちに元の空気になって。大倉さん、お酒どうぞ。ありがとう。あ、
今手が触れないように避けた。忘れてください。そうだよな、全部元通りなんて都合が良すぎる。元春来ちゃった。もう相変わらず全然連絡くれないんだから。何飲む？私はね、あ、そうだ、初めて会った時も。また後悔するぞ。いやだ。日吉さん、あ、しまった。とっさに、何やってんだ。うまくやれなくて本当に嫌になる。どうしました？あ、日吉さんと話がしたいです。後でお時間もらえませんか？わかりました。面白い人たちばかりですね。楽しんでもらえました？はい。日吉さん、この前の返事なんですけど。なかったことにしてよかったのに。大倉さん真面目だな。わざわざ蒸し返してお互い気まずくなることもないでしょう。あの、俺なかったことにしたくないんです。嫌じゃなかったんです、あの時。それ以上にもっと、最初は日吉さんのこと苦手でした。関わりたくないのにグイグイ来るし、違う世界の生き物って感じだし。ひどい言われよ。すみません。でも日吉さんいつも俺のこと考えてくれてて、いつの間にか一緒にいるのが心地よくて、俺も日吉さんのこと好きみたいって。大倉さん、それじゃあもっと踏み込んでもいいですか？せーの、アンジェンテ。アンジェンテは月が見つかる新しい BL ボイスコミックチャンネルです。この動画を好きと思ったらチャンネル登録、高評価ボタンをお願いします。コミュ障リーマンは恋の仕方がわかりませんは、全国の書店、電子ストアで大好評発売中。動画にはないシーンやセリフもありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。好きなものを好きなだけ。今日がちょっといい日になる。そんな時間をあなたにお届けしていきます。アンジェンテの応援、よろしくお願いします。